1977年の清崎駅跡とその周囲、赤で囲った場所に駅があった。赤い線は田口線の廃線跡。国土交通省国土画像情報をもとに作成。北下良郡、田口町にあった駅の一つである。清崎駅は1930年12月10日、田口鉄道により開設された。田口鉄道は、現在の JR 飯田線本流しの駅と、 したら町を結んだ鉄道である。三河海老駅を終点としていた、同鉄道の第1期線に続いて、第2期線が開通したとき、この清崎駅が新たな終着駅となった。三河田口駅までの第3期線が開通し、田口鉄道が全通したのは2年後の1932年で、ある。駅の置かれた清崎は、豊橋と長野県の飯田を結んだ、稲街道沿いの地域である。 街道の宿場として栄えた旧萩平村を含む地域であるが、駅は南部の東田内地区に立地した。1956年10月1日、田口鉄道が豊橋鉄道に合併されたため、豊橋鉄道、田口線の駅となる。それから8年後の1964年、豊橋鉄道は赤字の拡大を理由に田口線の廃止を決定。 沿線自治体などとの協議を開始した。その最中の1965年9月17日から翌18日にかけて襲った台風の被害で、清崎、三河田口間が、普通、バス代行となってしまう10月1日より休止。同区間も含めて、田口線は1968年9月1日付で全線廃止されるが、その直前の8月29日に再度台風で被災し、 今度は、タミネ駅から、清崎駅までの区間が、線路破壊により、普通となり、最終営業日は、三河谷駅から、先の区間は運転していなかった。廃線となった、田口線はバスに転換された。2012年現在、田口線があったルートに沿って走るバスは、豊か鉄バス田口新城線である。設楽町清崎には、駅名と同じ、清崎という名のバス停がある。 駅の跡地は国道257号、清崎交差点の南方で、線路跡は国道に取り込まれている。駅名標が廃止後も残っていたが、1997年に撤去された。島式一面二線ホームとその両側に貨物側線各一線を持つ友人駅で、1956年の時点で駅長を含めて4人配置されていた。 1957年度の乗車人員は6万1000人で、そのうち5割に当たる3万1000人が定期乗車券での利用客であった。この乗車人員は、田口線全11駅の中で、三河大草駅、長原全駅、三河大石駅、滝の上駅につい5番目に少ない。同年度における貨物取扱量は、発送が2190人。 田口線の貨物取扱駅は7駅あったが、取扱量はその中では少なく、上から5番目である。豊橋鉄道田口線、長原全駅、清崎駅マイナス大区方駅、あゆ園駅三河田口駅。ありがとうございます。